の選手使ってるよ。使ってます。サーブめちゃくちゃ苦手だった。あ、苦手だったの。自分サイドハーフで、うん、相手のサイドバックが来てるときにちょっと足。こんぐらい？これぐらいの方が前に倒す。前に倒すぐらい。ライトさターン上手いと思うんだけど、試合とか見ててもそれはコツとかあったりするの？ターンのコツはボールを受ける前にバックステップと予備動作を入れるのが大事で、うん、予備動作っていうのは、うん、さっきも言ったんですけど、うん、このトラップする足と逆の足のこのステップが大事で、うん、今右足でトラップするから左足が大事ってこと？そうです。スムーズにターンするために予備動作。予備動作。そうです。ターンしたい方向に軸足をステップする感じ。ターンしたい方向っていうか、ターンしやすいように。ターンしやすいように。こっちにターンするんだったら、ターンしやすいようにちょっと斜めに。このステップ入れないでターンしようとすると難しくて、スムーズにターンできない。スムーズにターンできない。スムーズにターンするためには、うん、ステップが大事。ステップ大事。はい、これ軸足がポイントだから、軸足見てほしい。受けると同時に、うん、ステップを、そうするとスムーズになる。なるほどね。悪いね。ああ。踏まないでターンします。それだとうまくターンできない。うまくターンできないっていうか、スムーズに前にターンできる、うん。ターンまでのスピードが遅くなる。そうですね。より早くターンするために、うん、あ、なるほどね。スムーズにターンするために軸足ステップするっていうのは自然と身についたの？それともフロンターレのコーチとかから教わった？いろんなプロの選手とか見てて、うん、ターンするときだいたいステップ踏んでるし、うん、コーチとかにも教わったし、うん、だからいろんな外からの吸収で言われたこととか意識して、うん、自分のやりやすい方法がステップだったんで、うん、ダイとか、まあ、最初の頃はまだもちろんスムーズにターンできなかった。そうですね。ターンめちゃくちゃ苦手だったんですよ。あ、苦手だったの？縦パスのターンとか、うん、めっちゃ相手に取られるし、うん、それでスムーズにターンできるかって考えたらこのターンが一番いいなって。なるほどね。他にさ、まあ結構教えてもらったんだけど、ポイントとかあったりする？ポイントは、体の後ろの方でボール触る。あ、後ろの方？そうです。ここら辺。こっちの方が、体が開いた状態でボール触れるんで、うん、ターンしやすい。前で、あんまボール触りすぎちゃうと、ターンすると体を持っていかないといけない。だから、バックステップ踏んで、うん、この後ろ側で。それは足伸ばしてギリギリ遠い方がいいの？でもそれは自分のやりやすい、やりやすい距離感っていうか。いや、ダイフの場合だとどんぐらい？こんぐらい。こんぐらい？ちょっと足が伸びるぐらい。ちょっと足がこんぐらい伸びぐらいの方がパン。ここら辺です。ジャンボールをここら辺、うん、ここら辺か、はい、なるほどね。あんまり前でボール触っても、うん、後ろの方すぎても止めづらくて、うん、体持っていくのに大変で。前からもう一回だけ。そんくらいね、はい、悪い例もお願いします。悪い例は前で、うん、コントロールしすぎて、うん、体をこうやって持っていかなくちゃいけなくなったり、うんうんうん、後ろの方すぎて、うん、体持っていくのを、うん、後ろの方すぎてもダメだし前の方すぎても、前すぎてもダメ。 それは自分のやりやすい距離感で見つけるっていうのが大事、うん、それは人それぞれ違うんだな。そうです、うん、こういうターンもあるんですよ。一番スムーズなターンはさっきのですけど、うん、めっちゃ奥でターンするとか相手騙すために来たボールをさっきのやったようにこうめっちゃここでトラップしてターン、逆に手前で去ってこうやってターンする。スムーズなターンはそこです。今さっき教えてもらったのが一番使う？そうですね、はい、あ、全部で3個か。そうです。全部使う？試合中、試合中相手によったりスペースによったり。なるほど。はなるべく自分から遠すぎず近すぎずっていうやりやすいところに一番スムーズにターンできるスポット。自主練とかでサッカー少年たちも回数こなして自分の止めやすいポイントを見つけるって感じ。ターンはこれが一番大事です。このステップが一番大事。予備動作がよくいるんですけど、この状態で受ける人います。うん、こういう状態でやったりするんですけど、うん、予備動作がちゃんとなってないと予備動作しないと絶対に遅くなる。遅くなりますね。そうだよね。スムーズにターンできます。相手が取りきてて前で受けるふりして、こういう。うんうんうん。そこでこういうターンです。うんうん。これはさ、一番どこのポジションで使う？サッカーコートあったらどこら辺の位置っていうか。ここ
下とか中盤とか、うん、結構前の方か。そうですね、あんまりこういうターン自陣の深くでやると取られるリスクあるんで、うん、前の方とか中盤のゾーンとか、ライトがこっち攻めだとして、まあ、こうやってさ後ろから縦パス来るじゃん、こういう時に使うって感じ。そうですね、こっち攻めで横パス、まあ、俺味方でこっち攻めじゃないって両方こっち攻めで横パス来たとしても使える。逆サイドに展開するとか、うん、こういう横から来た時も、まあ、いろんなバリエーションもあるし、いろんなターンがね、さっきのターンバリエーションも使うのがいいな。展開するんだったら、うん、ちょっと引いてやった方が行きやすいところに止められる。うんうん、ちょっと引く。なんで引いた方がいいの？自分右引きなんで、うん、左利きだったら前に置いて使った方がいいんですけど、逆サイドに左から右に展開して右利きだったら引いて蹴りやすいところに止めて、蹴りやすいところに止められる。なるほどね。Eフロントにちょっと引っ掛けて後ろに転がす感じ。体ごと。うん。どんだけ相手騙せるか。逆取るためのターンだから。うん。相手来てて前で受けるふりして、うん、相手来るからここで来たもんここでここで打つ。なるほどね。どんだけ前でコントロールするように見せれるか。手前で触るふりしても、手前で触るふりするよりは体が大事。この伸び動作が大事。伸び動作が大事。このチョン、このチョンで球上げる。チョンで、あ、くるってなって、うん、上体を若干寝かせる感じ。うん、前に。前に行く。もう前に倒すぐらい。前に倒すぐらい。もう結構大胆の方がいいんだ。そうそう、大胆。もう行けるちょっと、うん、左足若干さ、ジャンプじゃないけどステップする感じ。チョン、うん、チョン。逆にターンするんだったら、どんだけ開いてターンするようなもの、うん、どんだけ開いてターンするようなもの、うん、プロの選手とかももちろんフロントの選手使ってるよね。使ってますね、うん、そういうターンするようなもの。足首のスナップ効かせる感じ。そうそう、足首で倒す感じです。体は完璧、こっちで足首だけで倒す感じです。ゆっくりさ、だし、はい、ゆっくりちょっと分かりやすいやろうか。倒す感じです。足首。うん、あんまり遠すぎるのダメだよね。そうですね、遠すぎる。そうですね、うん、さっきの一番スムーズにターンできるスポットどころら辺でやった方がやりやすいです、うん、やりやすい。なるほどね。ボールはさ、どこら辺に置くとかあんの？相手に取られない。抱きつけてるんで、多分相手はこう動いてるんで、次自分のプレーしやすいと思って、で、ターンして、相手抱きつけてるからこのまま。うん。これは横パスの時かな？結構使うのは。縦パスも使えます。縦パスも使えるか。今、ダイとどっち攻め？あっち攻めか。自分サイドハーフで、うん、相手のサイドバックが来てる時に、ボランチからパスで、うん、あ、なるほどね。ここが今、右サイドっていう場面ね。で、うん、分かりやすくするために、こっち攻めで、ダイトが真ん中に立ってて、横パス来た時も、使える。